ろしくお願いします。新潟市文化学院高橋純一と申します。私の発表は、心理学や、特別支援教育の分野からの、発表になります。で、まあ、今日お伝えしたいことということで、一応共同研究者の方ですね、私は単独でプレスリリースさせていただいてますけど、資料の一番最後ですね、論文の、掲載されている論文のフロンティア的サイコロジーの、ところで、連名になっている方々が共同研究ということでやらせていただいています。ではよろしくお願いします。今日お伝えしたいことっていうのは、まあ、一言で申しますとこの部分なんですね。視覚イメージというものがあるんですけど、視覚イメージを見る人もいれば見ない人もいるよっていうところ、この、2015年に提唱されたファンタジアというものなんですけど、まあ、この、日本国内での、まあ、初めてというか、国内で初めての、知見の提供ということになっております。それではよろしくお願いします。で、この、視覚イメージね、思い浮かべる人もいれば思い浮かべない人もいるということなんですけど、これ皆さんに体験していただくといいかなと思うんですけど、リンゴというのを頭の中でイメージしてみてください。まあ、おそらく目を閉じた方が思い浮かぶ方って多いかと思うんですけど、リンゴっていうのを思い浮かべてみると皆さんどうですか？思い浮かびます？で、まあ、例えばこんな感じ、まあ、いろんなリンゴがあっていいんですけど、まあ、人によってはそのリンゴの味とか触った感じとかですね、匂いとかですね、そういうものも一緒にこうイメージする人もいるかもしれません。で、じゃあ猫の尻尾っていうのを頭の中でイメージしていただくとどうですかね。これ思い浮かべられますかね。まあ、いろんな猫がいていいし、いろんな尻尾があっていいんですけど、例えばこんな感じで、まあ、人によってはね、その尻尾を触った感覚とか、あるいはその鳴き声とか、そういうのを一緒に体験する方もいるかもしれません。で、こういうのを、心理学ではイメージと言っています。心的イメージというふうに言っているんですけど、まあ、これは思い浮かぶのが当たり前でしょうと、当たり前の話して何してんのって思う方いるかもしれませんけど、実はこれ思い浮かばない方も一定数います。というのがこのアファンタジアという、ファンタジアという、まあ、心理現象になっているんですね。先ほど説明したようにこの図のようにですね、リンゴが思い浮かぶ方もいればそうでない方もいる。で、これが2015年に提唱されたんです。もちろんね、心理現象なのでもっと前から本当は存在しているんですけど、まあ、これが発見というか、まあ、提唱されて、でその研究は今されているということになります。で、障害化っていうとそういうわけではなくて、まあ、認知の多様性、その一つと考えた方がいいだろうというふうに我々は考えています。で、まあ、今日のお話というのはこのアファンタジアの、どのくらい社会に存在しているか、そしてどんなタイプがいるかということを論文の方で発表しましたので、そのご報告になっています。で、まず一つ目の知見が、アファンタジアが社会で、どのくらいいるかっていうと 3.7% 程度だということが分かりました。というのは、どんな調査をやったかっていうと、3000名を対象として、ウェブ調査を行いました。で、その時使ったのがこの VVIQ というようなね、質問紙になるんですけど、こんな内容になっています。で、その中で全くイメージが湧かないから完全に明瞭であるっていうものを主観評定取ります。まあ、アンケートとして取ります。その時に、16点から80点という幅を取るんですけど、まあ、これが我々の結果なんですけど、この10、でその32点以下っていう基準があるんですね、この点数で。その32点以下で切ってみると、およそその 3.7% の人がどうも該当するだろうということで、まあ、これ実は海外の先行研究でも先に出ていて、先に出されちゃったのでちょっと残念な感じなんですけど、1000人ぐらいのデータなので、まあ、我々の方が信頼性は高いだろうということで、だいたい 4% 弱の人がイメージがこう見えていないんじゃないかというような結果を、まあ、再現したということになっています。ただこの VVIQ だけを使うっていう基準については、まだこれからアファンタジア研究始まったばっかりですので、まあ、これからより精査していく必要があるかなというのが我々の意見になっています。2つ目の知見は、このアファンタジアにはサブタイプがどうも存在するらしいということが実証されたということになります。これもどうやったかというと、アンケート調査なんですけど、この QMI という質問紙を使いました。で、この感覚モダリティというふうに書かれてあるんですけど、これは視覚とか聴覚とか、このグラフに書いてあるようなものですね。この感覚の種類に応じてアファンタジアのタイプが、まあ、いくつかあるんじゃないかってことを実証したということになります。で、この統制群というのがイメージが見えている人たちの結果です。で、グラフの線が外側に行けば行くほど、まあ、イメージがよく見えているということを表しています。
で、ファンタジア群に関しては、こんな結果になっていて、ここから分かったことっていうのが、どうもその視覚とか聴覚とか触覚とかいろんな感覚についての、イメージを体験していない人たちがどうも一部いる。これが多感覚アファンタジアを定義できます。で、一部、視覚だけがへこんでいる人がちょっと分かりにくいかもしれないですけど、います。これが視覚アファンタジアということで、視覚イメージが特異的に浮かびにくい人たち。で、こういうふうに、海外の先行研究でどうも視覚アファンタジアとか多感覚アファンタジアっていうあのタイプがあるんじゃないかまでは言われていたんですけど、これ我々があの実証しましたということで、このアファンタジア自体が認知の多様性の中に入ってくるんですけど、さらにこのアファンタジアの中にも多様性が存在するということを実証できたということになります。で、このアファンタジア研究、最近始まったわけなんですけど、認知の多様性というところも含めてですね、このインクルーシブなこの社会の構築、こういうところにあの寄与するかなというところを考えています。どうしてもあの知覚とか認知っていうものは、自分の中でとあのとと閉じてしまっているというか内的なものになっています。なのでどうしてもこう他者の状態を推測しないといけないんですけど、そこがなかなかあのインクルーシブな社会を作るときにはなかなかこう邪魔をしてしまうところがあるので、社会の構築に寄与するかなということを考えています。で、今後の展開なんですけど、今のまさに、今週まで仙台で認知実験というのをやっていたんですけど、あとは、MRI とか使って、共同研究者が東京で、脳機能測定をやったりしています。アファンタジアメカニズムを脳機能から探ろうということになっています。あとは3番目のところお伝えしたいのが、アファンタジアは多分先天性だろうということが言われていて、つまり幼児期とか児童期の段階でも現象として生じているんですね。実際当事者のエピソードとしても、お父さんお母さんの顔を思い出して書いてみましょうということを課題を出されて書けないと、そうすると先生から怒られるみたいなエピソード結構あるんですね。だから保育者とか教師にこう理解を促進させていかなきゃなというところで、こういう研究も進めています。はい。で、最後に、我々が、情報発信しているアファンタジアの、ウェブサイトになっています。こちらの URL ございますので、もし興味ありましたらアクセスしてみてください。あとは当事者の方々の、エピソードですね。とてもそれが大事なところで、研究の資料にもなりますが、それについて翻訳本も出していますので、もしよろしければお目通しいただければと思います。ありがとうございました。